今、えー、紹介に預かりましたあの文部科学省情報教育課長を務めております豊島元信と申します。どうぞよろしくお願いいたします。あの本日はの、公益財団法人パナソニック教育財団の ICT、えー、活用教育フォーラム2013の開催にあたりまして、えー、一言ご挨拶を申し上げたいと存じます。えー、今回のフォーラムではの昨年度及び一昨年度、 の特別研究指定この皆様より取り組みの成果の報告をしていただく機会だというふうに伺っております。ま、え、あ、ー、ぜひ ICT を効果的に活用しましてあの。 教育に関係する様々な課題の改善に取り組む実践的な事例を伺えることというふうに大変あの楽しみにしておりますまたあの本日ご報告いただいた成果をまたそれぞれの学校におきましてもぜひ共有をしていただきましてえ様々な改善に取り組んでいただきたいと切に記念しているところでございます 文部科学省ではあの、昨年度に引き続きまして、えー、学びのイノベーション事業を実施しております。で実は本年度、最終事業年度という形になりまして、えー、教育科指導におけます ICT の活用。 公務の情報化、あるいは特別支援教育におけます ICT の活用、教員への支援の在り方、さまざまな観点から情報の教育化、教育の情報化に関する推進補足を示さなければならない重要な年度に入っております。 で一方であの、さらに本年度からは、新たに、えー、情報化の進展に伴うさまざまな諸課題も出ておりますので、えー、それに対応した指導の充実、あるいはあの学習に困難を抱えるお、えー、子様たちに対応した指導の充実を図るということから、えー、授業で活用できる指導資料の作成や、えー、多様な情報端末におきましてデジタル教材を利用できるようにするための、えー、取り組みを本年度からは行っております。 えーまあ、本日あの、この女性事業、大変長い歴史を持っている、極めてあの大切であり、えー、ますます発展を記念するこの女性事業を通じまして、さまざまないわゆる視聴覚のメディア、情報通信のメディア、いろいろな ICT を効果的に活用されまして、子どもたちが分かりやすい事業の実現、えー、子どもたちの主体的な学びを推進することができまして、 ぜひあの子どもたちの興味関心を高めながら一人一人の個性や能力を発揮することができる。 まさに21世紀にふさわしい学びを想像していただくことを切に期待をしております。結びでございますが、本事業を主催されます公益財団法人パナソニック供給財団をはじめまして、関係各位のご努力に深く敬意を表しますとともに、皆様のご活躍とますますのご発展を切に記念しまして、簡単ながら私の挨拶と変えさせていただきますどうも今日はおめでとうございます。